トラベラーチャンネル、こんにちは、 JST の飛田です。今回はチャット GPT を使って旅行に役立つ情報を聞いてみようということで、皆さんチャット GPT って何かご存知ですか？去年の11月、2022年の11月だったと思うんですけれども、アメリカの会社が作成しまして、 AI が自動的に文章を作ってこちらの質問に的確に返してくれるっていうものなんですよね。それが非常に精度が高いということで話題になって、今いろんなサービスに利用されていたりするんですけれども、今回はですね、そこのチャット GPT にですね、旅行に役立つ情報の質問を投げかけてみて、どういった答えが返ってくるのか、果たしてそれが本当に役立つ情報なのかっていうのを試してみたいと思います。今回ですね、このスマホでチャット GPT に聞いてみるんですけれども、実際にですね、パソコンでも利用はできますので、皆さんももし気になったら、ぜひやってみてください。アカウントがいるんですけれども、今回はそのスマホで聞いていきたいと思います。はい、ということでですね、今ちょっとこちらの方に移動したんですけれども、ここにですね、今この携帯の画面が映ってるかと思います。なので、今からですね、この携帯を使って質問を入れていくんですけれども、どういった答えが返ってくるのかっていうのを、ここで見てもらうような形になりますので、どんな答えが返ってくるのか楽しみですね。ではやっていきましょう。英語の画面なんですけれども、日本語で質問すれば日本語で返ってきます。でまずはですね、ハワイの現地のチップ事情なんか聞いてみましょうか。ハワイのチップ事情なんていうふうにして、よいしょ、はい、そうですね、ハワイではサービス業で働く人々にチップを渡すことが一般的です。レストランやバー、ホテル、タクシーなどでのサービスに対して一般的には 15% から 20% 程度のチップを渡すことが推奨されています。ただしサービスが特に良かった場合にはもう少し多くのチップを渡すこともできます。またハワイではタクシーやホテルのポーター、ドアマン、ベルボーイ、ハウスキーピングなどサービスに対しては一般的に1ドルから5ドル程度のチップを渡すことが一般的です。ホテルのハウスキーピングに関しては、滞在中に毎日清掃を行ってくれる場合には、1日あたり2ドルから5ドル程度のチップを渡すことが一般的です。なお、ハワイではチップを渡すことが一般的である一方で、レストランなどでサービス料金が含まれている場合もあります。その場合には別途チップを渡す必要はありませんが、サービスが特に良かった場合には追加のチップを渡すことができます。ということで、かなり、正確というか、すごく具体的な内容が返ってきましたね。なので、現地に行った時とかに、あれこの場面ってチップ渡せばいいんだっけ、この国ってチップいるんだっけっていう時も、このチャット GPT に聞くとですね、こうして正確に返してくれますね。じゃあ次はですね、例えば、じゃあグアムにいくらぐらい持ってけばいいだろうかっていう、いくらお金持ってくかっていうのって結構皆さん悩まれると思うんですけれども、例えばじゃあグアムに、そうですね、5日間行くとして、いくらぐらい持っていけばいいかっていうのを聞いてみましょう。よいしょ。グアムに5日間旅行するには以下のような費用がかかることがあります。宿泊費、これは現金が必要ですかは、持っていく必要がありますかですね。ちょっとこれは、旅行の費用とかがいろいろ出てきちゃってるので、ちょっと聞き直しましょう。こうして、質問が的確でないと回答もですね、的確でないものが出てきてしまいますので、求めてるものが出てこなかった場合はですね、しっかりと質問文を変えて改めて聞いてみるようにしてみましょう。ということで、ちょっと途中なんですけど一旦止めましょうか。よいしょ。はい、出ましたね。グアム5日間の旅行に持っていく現金はいくらぐらいということで、グアムで5日間の旅行に必要な現金は個人の旅行スタイルや予算によって異なりますが、以下一般的な目安となりますということで、宿泊費とかはさすがにですね、現地に行って払おうなんていう人ってあんまりいないと思うので、ここはもう無視しましょう。食費、5日間の食事費として250ドルから500ドル程度見込んでおくといいでしょう。交通費、タクシーやレンタカーの場合、5日間で250ドルから500ドル程度が必要になるでしょう。バスを利用する場合は、5ドルから10ドル程度で済むことがあります。
缶コーヒー、グアムには多くの観光スポットがあります。5日間で数カ所を訪れる場合100ドルから300ドル程度が必要になるでしょう。その他の費用、サービス税や税金、ショッピングなどその他の費用を考慮すると200ドルから500ドル程度の現金を持参することをお勧めしますということで、まあ、以上合計すると最低でも1300ドルから2500ドル程度の現金、これ多分宿泊が入ってるんで、これを差し引くとどうなんだろう、800ドルぐらいということですかね。8000円、まあ、今だと800ドル、8万円か、1万円を持っていくかな。まあ、クレジットカードやデビットカードを使用することもできますが、現金を持参することで支払いがスムーズになる場合があるため、あらかじめ予算を把握し現金を用意することが重要ですっていうふうに書いてありますね。まあまあこういうふうにどれぐらいなんだろうなっていう参考にもできるので、これ国変えればまたその国の的確なものが、的確かどうかわかんないですけど、まあ、出てきますので、ちょっとわかんないときはチャット GPT に聞いてみるのもありかなと思います。じゃあもうあと2つぐらい聞いてみましょうかね。例えばそうだな、ロサンゼルスのタクシーの費用なんかも聞いてみましょうか。ロサンゼルスのタクシーの費用は距離や時間によって異なりますが、以下一般的な目安となります。初乗り料金3ドル50セントから5ドル程度が一般的です。走行料金、距離や時間に応じて1マイルあたり2ドル50セントから3ドル程度が一般的です。待機料金、タクシーが信号待ちや渋滞などで停車している場合、1分あたり50セント程度の待機料金がかかることがあります。積み増し料金、3人以上のグループや大きな荷物を積み込む場合、1人あたり1ドルから2ドル程度の積み増し料金がかかることがあります。例えばロサンゼルス国際空港からハリウッドまでのタクシー料金は約40ドルから60ドル程度が一般的です。またロサンゼルス市内の主要な観光スポットを巡る場合、1日あたり50ドルから100ドル程度のタクシー代がかかることがあります。ただしロサンゼルスには地下鉄やバスなどの公共交通機関があり、比較的安価に移動することができます。公共交通機関を利用することで費用を抑えることができるため、予算や旅程に合わせて移動手段を選ぶことが重要ですっていうふうに書いてありますね。なんで、まあ、タクシー料金聞いたんですけど、空港からハリウッドまでの料金とかも自動的に出してくれて、で、あと他にも方法ありますよっていう提案までしてくれるっていう、すごい有用な、すごくこれは今回は的確でいい情報をくれましたね。ということで、じゃあもう一個行きましょう。例えば、でヨーロッパに行くとして、まあ、変圧器っているのかなっていうのを聞いてみましょうか。イタリアでは日本で使われている電圧やコンセントの形状と異なるため、イタリア旅行で電化製品を使用する場合には変圧器やプラグアダプターが必要です。イタリアでは電圧は 220V、 周波数は 50Hz で、プラグはユーロプラグタイプ C、 タイプ F が一般的に使用されています。日本で使われているプラグタイプ A、B はイタリアで使用できません。そのため日本からイタリアに持参する電化製品を使用する場合、変圧器とプラグアダプターが必要になります。変圧器や電圧を変換して電化製品を正しく動作させるために必要です。また、プラグアダプターは日本のプラグをイタリアのコンセントに接続するために必要です。ただし近年では多くの電化製品が電圧変換器を必要とせずに 220V に対応している場合があります。使用する電化製品の取扱説明書などを確認し、必要な場合には変圧器やプラグアダプターを持参するようにしましょう。また、現地で変圧器やプラグアダプターを購入することもできますが、あらかじめ用意することをお勧めします。ということで、かなり、まあ、何ボルトなのかっていうのと、まあ、あとは最近の電化製品は特に必要としてない場合が多いですよとか、まあ、見てみましょうね、取扱説明書見てみましょうねとかっていうふうに書いてあって、かなり的確な情報を教えてくれますね。ということでですね、今回はですね、まあ現地のチップ事情と、まあ、いくらぐらい持っていけばいいのとか、タクシーの費用とかと、今の変圧器のことを聞いてみたんですけれども、今後もですね、まあ、こうした旅行に役立つ情報をチャット GPT に聞いてみようかと思いますので、皆さんもですね、ぜひ、まあ、これ聞いてみたいな、これ聞いてほしいなっていうことがあればですね、コメント欄に書いていただければ、まあ、その内容をチャット GPT に聞いてどういう回答が返ってくるのかっていうのを見てみますので、ぜひですね、コメント欄でコメントいただければと思います。
ということで、この動画が役に立っているという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方は、こちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方は、こちらからチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。